はい、おぼちゃんです。こんにちは。今日はちょっとね、山の方に入ってみたいと思います。なんかこれね、後でこれね、ちょっともうちょっと詳しく見ますね。こういう感じのもね、こういう感じだね。これはちょっと違うな。ちょっと行きまーす。今日はあったかいね。向こうだったかな。で、下に降ります。ちょっとね、砂防ダムがあった気がするんで、そこをね目指して行くんですが、地面が凍ってるね。水の音はするんでね、多分こっちと思うんだけど、落ち葉が落ち葉がすごすぎて下の状況が分かんない。全然石が見えない。氷じゃないな、これな。ちょっとね、こういう乳白色系をね、いいのがあれば行きたいと思います。これは石英、これもそうだな、石英だな。よしよし、あからがに白いねこれ。一気に石灰系なのかな、これな。増えてきたね。この辺全部そうだな。こっちがそうなのか。ってわけでもないのか。白いね。これ多分昔は田んぼだったんだろうね、これね。で、まあ道はあるんだけど、結構厳しい、この倒木が。うわ、ちょっとこれさすがに通れんな。なんかね、建物があるな。小屋か。川からちょっと遠ざかっていくな。これはこれはちょっと上に戻るか。この道がどこに行くのかな、わかんないな。ちょっと戻りますか。お、いい脈入ってんねこれね。うわ、動かんな。はい、ちょっと川っぷりまで、ね、降りてきました。危ない危ない。なんか多いね、こういう白いのが。ただまあ透明度はないね。まあ石垣とかね、踏んだ跡があるんで、まあ遥か昔は
まあこの辺もね、多分道でそこかしこに多分田んぼだったんだろうけど、もう植林されてね、わけわかんないことになってますね。うわ、倒木が、いや、ひどいな。ひどいことになってんな、これ。もうちょっとね、多分一回戻って、向こう側をね、歩きたいと思います。今ね、川を渡ったんだけど、こっち側がすごいある。でもまあ、まあ基本は白からは抜け出せない感じだな。白一色、いっぱい落ちてんなこの辺。上からボロボロ来てるね。これ獣道かな、これ。よいしょ、凍ってる地味に凍ってんだこれ。よいしょ、いっぱいあるね。ただまあ、うわ、なんかすごいな、向こうの方も。あそこになんかあるわ。あれか。あ、そうかそうか。鉱山跡というのはここか。なるほどね。暑い暑い。違ったらごめん。よいしょ。タラタラの小屋か。わからんな、どっかにあるのかな。ちょっと周りを見てみますね。まあ、とりあえず登ってきたけど、跡らしきものはないね。さっきの場所がね、一番なんだろう、石灰岩系なのかな、帰って調べるけど、が多かって、もうこっちに行くとないですね。まあ、こんな岩に囲まれた。これ切り通しにしてあるってわけでもないな。こっからここもないからね。ちょっと頑張って上登ってみたいと思います。どこに出たな、これ。今下から上がってきたんだけど、なんか道はあるな。どこだここは。そこにもちょっと川があるのか。あそこ稜線だな。ちょっと散策します。なんだかんだあるな、この辺も。よいしょ。同じだな、ずっと続いてんのかだな。こんなゴミダメですよ。さあ、どっちだ？こっち行ってみるか。お、これ。これいい質感だね。大きさも手頃で、なんか樹脂感がいいね。これも行っとこう。
ここら辺からなんかちょっとなんだろうな、釣りっぽいな。あ、なんかあそこにモーターか、あれ発電機か、あれ発電じゃないか、豆、豆なんとかあの上行ってみるか。ちょっと多分これは道だったはずなんだけどな。よいしょ。さあ、なんでこんなとこに君はいるんだい？なんでいるんだこれ。わあ、穴開いてんな。どこのだこれ。あっちにもあるな。なんだ、上から落ちたのかこれ。どこだこれ。ああ、陸用久保田だな。こういうのちゃんとね、手入れすればいけるんだけど、上から来た？そんなことはねえよな。こいつも何かを運んでたんかなこれ。ああ、瓶があるな。うわ、ダメだ、抜けれ。うわ、変速かこれ、クラッチか。あ、さすがに名盤見えんな。この上マジでこれ登んの、なんかの中継地点かなこれ。ああ、わからん。ちょっとこれ登るのはきついな。下行ってみるか。ちょっとまた日を改めてやります。いや、こんなんね、来る予定じゃなかったんだけど、ほんとね、ほんとプラッとついでに来ちゃったんで、何もね、何も装備を持ってないんですよね。はいちょっとね、下の方行ってみるか。多分砂防ダムはあっちの方だと思うんだけどな。はい、あ、またこれ瓶捨て場発見だよ。なんかあるかなこれ。ここもちょっとまたリストに入れとこうか。これ牛乳瓶じゃない？違うか。東農楽の、あ、東農牧場があるな。あれ瓶出してたんだ。ちょっと踏むと怖いんでね。東農楽の、あ、本当だ。いい感じだねここもね。この辺は新しいな。多分この下この下多分ぐっちゃぐちゃにあるぞこれ。覚えとくか、ここの場所は覚えたぞ。よし、次。なるほど、さっきの岩山のこっち側に出るんだね。ぐるっと回ってきましたねこれね。さっき隙間をですね、向こうに行ったんですけど、なるほど、戻ってきましたか。あれがさっきの夏のコンクリートの建物だね。その辺から降りてみようか。
再び降りてきましたね。この辺はあれだね、かき出した残骸がいっぱいあるね。今となっては分からんが、まあ白いのいっぱいだねこれね、すごい。よいしょ、さっきそっちから登ってきたな。あの岩山がなんかあったんだろうね。なるほど、まあ穴はもう埋め戻されてるかもしれませんね。おお、なるほど、これが何なのかは帰って調べます。これ崩れた？あ、白いね。もしかして取れそうなのか。でかいな。もうちょっとぐるっと回って帰ります。山の中入りすぎだな。おお、ちょっと広いところだ。あ、これさっき来た道だ。強引に山を。お、こういうのもいいね。ちょっとゴツゴツしてるけど。これすぐ割れそうだな。はあ、いい運動だね今日は。ちょっとそこの稜線が気になるな。登ってみようかな。稜線じゃなかった、あの岩山の頂上だこれ。やばい、戻ろう。死んでしまう。ああ、これ綺麗だね。まあ、歩いてて今キラキラしてたからね。キラキラしてないか。光の加減だな。はい、今ね洗いました、まあどれもね似たような感じだけど微妙に色合いが違ったりするか。同じもんだとは思うんだけど、これがちょっと違うかな。わからん。強い光は点灯、わかんないな。この辺は同じでしょう。青みが、まあ今日はね変わり映えしない感じですけど、こんな感じでした。